アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が発汗が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかすると世界はここから劇的に変わり動いていくのかもしれません。令和4年10月22日、場所は大阪鶴見緑地球場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト、佐藤建設スタンディングベアーズ対磯野スーパースターズの視線がまもなく14時40分キックオフ予定されております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームスタンド側、メインスタンド近くにあります手前側のベンチになります。ホームユニフォームカラーエンジンのユニフォームをまとっていますのが佐藤建設スタンディングベアーズ、岡山を拠点に活動するクラブチームです。創部は1987年創部、かつてはセリオスタンディングベアーズと名乗り、社会人リーグ一部でも活躍していた強豪チームです。現在はそのスポンサーと離れまして、新しく佐藤建設をスポンサーに構え、再びその地位を復権しようと現在2勝0敗無敗の状態で優勝戦線にとどまっております。対しまして本日は反対側バックスタンド側に陣取っており、ビジターユニフォームホワイトのユニフォームをまとっておりますのが磯野スーパースターズ、こちらも長くクラブチームとして活躍している東海地区にありますフットボールチームです。活動拠点は岐阜を中心に愛知、三重という東海3県を拠点とし、東海地方においてその名を轟かせているチームです。かつては単独で磯野エンジェルスとして活動しておりましたが、プライベートチームである、妖怪地スーパースターズ、さまざまなチームと合併しまして2014年に磯野スーパースターズとなりました。この時に翌年に一気に X3 制覇、そして X2 昇格を果たし、長く X2 でも活躍していた強豪勢です。再びその地位に戻らんと、現在こちらも3勝0敗全勝の状況でこの試合を迎えております。本日の一戦、両チームとも無敗の状態で迎える優勝を争うその大一番という形になります。このチーム、その来歴においては非常に相性において興味深い成績があります。チームカラーとしてその一発攻勢、そしてビッグプレーを得意とする磯野ですが、しかしそれが資質剛健な堅牢な守備を持ち、さらにその力強いランプレーを獲得したこの佐藤建設には常に苦杯を舐められています。しかしそれが覆ったのが2015年の東近江布引グリーンスタジアム、この時も残り時間1分の状況までは佐藤建設が有利でした。当時は岡山スタンディングベアーズと名乗っていましたが、この残り時間1分最後のパスとしてロングパスを放った磯野スーパースターズのパスプレーをパスカットしながら、しかし磯野がこれをキャッチするという素晴らしいプレーを見せ逆転勝利、そしてその勢いのまま磯野は X2 に昇格しました。この両チームにはそれぞれ全く違う色合いにある非常に興味深い対戦カードになります。この試合が果たしてどちらにその栄光の勝利をもたらしてくれるのか、その点も注目深い一戦となります。その試合のキックオフ時間は14時40分、試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月22日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト、 A ブロックになります。佐藤建設スタンディングベアーズ対磯野スーパースターズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフです。これより試合開始前による両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますえんじのユニフォームをまとっておりますのが佐藤建設スタンディングベアーズ、
奥側、本日ホワイトの日本をまとっているのが磯野スーパースターズです。共に現時点で両チーム無敗、全勝対決による一戦となります。佐藤建設キックオフ、磯野スーパースターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行えます。さあ、両チームのウォークライフパドルが解けまして、まもなく試合開始となります。まずは佐藤建設のキックオフで試合開始です。キックオフキッカーを務めますのは佐藤建設の20番の佐々木、一橋大学出身のプレイヤーが務めます。対しまして磯野スーパースターズリターナーは19番と84番が入りました。19番は五十嵐、東北大学出身、84番は花木、岐阜大学出身。さあ、ここはスクイブキック、ゴロキックを蹴りました。しかしこのキックオフは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームはボールが出たところから5ヤード前進した地点の攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードのバッタイという形で自陣35ヤードからの攻撃を得られますが、磯野スーパースターズ5ヤード下げてキックオフやり直す形を選択しました。さあ、佐藤建設リターンを避けるためにスクイブキック、ゴロキックを選択しましたが、しかしこれが外へ出ました。磯野が5ヤード下げて サイドのキックオフを選択しましたので、佐藤建設自陣30ヤード地点からのキックオフやり直しとなります。さあ、同じくスクリューキックを選択するが、今度は磯野のリターンに入ります。結果的に前の段階でこのキャッチをしましたので、磯野スーパースターズ自陣40ヤードを超えた地点からの攻撃となります。この位置から磯野スーパースターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、回数をファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し、攻撃権を前進更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯野スーパースターズの攻撃となります。自陣43ヤードの位置から磯野スーパースターズファーストアンテン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。さあ、まず中央のランプレーを選択しました。ランニングバックにボールを持たせ中央トップを図りました。キャリアは25番。しかしこれは佐藤建設ディフェンス陣の集まりよく、ゲイン2ヤードに留めています。磯野スーパースターズキャリアの25番は宮部、北海道大学出身。これにより磯野スーパースターズ2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズボールオン自陣44ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離は最初の位置からの残り距離8ヤード。さあ、今度はクォーターバック18番、パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、急遽ランプレーに変えました。しかしこのランプレーによりまして約3ヤードのゲインとしています。的確な判断でまずこのプレーをゲインと変えましたのはクォーターバック18番の田中、岐阜大学出身。これにより磯野スーパースターズサードダウン3回目の攻撃に入ります。磯野スーパースターズボールオンは自陣48ヤードからサードダウン5、攻撃権更新の残り距離は5ヤードとなります。
ここで磯のスーパースターズは攻撃が開始地点より後方より一度だけすることができる前パスを投じました。ターゲットは84番でしたが、これを佐藤建設ディフェンスが見事にカバーし、パス不成功としました。前パスの失敗はボールを元の地点に戻され攻撃権は一つ失います。したがいまして佐藤建設フォースダウン最後の攻撃権になります。佐藤建設失礼しました、磯野フォースダウン5、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとします。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。しかしこのキックによりまして陣地を押し返しました。ボールは佐藤建設陣20ヤード付近でボールデッド。この位置での攻守交代となります。まず最初の磯のスーパースターズの攻撃は結果的には3回で終わり、攻撃放棄という形になりました。今度は攻守変わりまして佐藤建設の攻撃となります。攻守変わりまして佐藤建設自陣21ヤードの地点からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。さあまず佐藤建設中央へのランプレーで入りました。ランニングバック20番、ハンドオフ OK、 スピンムーブを決めまして約4ヤードのゲインとしています。ランニバック20番は佐々木、一橋大学出身。結果的に倒れたところ4ヤード前進したところで攻撃を終えまして、この位置からの佐藤建設2回目の攻撃に入ります。佐藤建設セカンドダウン6、攻撃権更新、必要距離は6ヤードとなります。さあここでパスに見せかけたドロープレーのランプレー、これにより中央突破を図ろうとしましたがキャリア2番、しかしこのランプレーその更新前に止められまして約1ヤードロスに変わりました。磯のディフェンス陣がここで奮起し状況をサードダウン7に変えています。佐藤建設自陣24ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。キュービーサーク、ここでクォーターバック15番プレイアクション、ランプレーに見せかけてパスを投じようとしました。しかしそれを読んで磯のスーパースターズ30番が猛追しキュービーサーク、パスを投じる前に倒しました。これにより佐藤建設約7ヤードロスにされています。素晴らしいクォーターバックを決めましたのは磯のスーパースターズ30番スビ、岐阜大学出身。これにより佐藤建設フォースダウン最後の攻撃権、残り距離14ヤード、こちらも攻撃放棄のパントを選択します。スラップミス、ここでボールをラインマンが投げるスナップが乱れました。パンター20番なんとかこれをカバーし蹴ろうとしましたが結果的に大きく後退する形となりました。佐藤建設大きなミスがありまして磯野、逆に言いますと素晴らしいラッシュによりまして一気に磯野相手陣4ヤードの視点からの攻撃を得る形になります。先ほどのパントシチュエーションにおいて大きなプレーが生じました。これにより磯野相手陣4ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。攻撃権4回でこの4ヤードを取れるでしょうか。磯野スーパースターズファーストダウン2ゴール、パス成功、タッチダウン、これを磯野一発でタッチダウンとしました。クォーターバック18番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー84番にパスを通しそのまま84番エンドゾーンに入りましてタッチダウン、磯野スーパースターズ6点獲得です。そして磯野タッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。
フォーメーションはキックフォーメーション。キッカーは76番の選手が入りました。このキック決まりまして、磯野スーパースターズ7点、佐藤建設サンディングベアーズ0点となりまして、磯野スーパースターズタッチダウンによりまず先制といたしました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、キック、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となり、さらにタッチダウンの場合にはその後もうワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点が入ります。この結果、自殺点セーフティーを超えまして、アメリカンフットボールの得点は2点、3点、6点、7点、8点のいずれかになります。この足し算により引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた磯野スーパースターズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ、佐藤建設がリターンに入りますが、リターナー2番、相手のディフェンスの裏を突くようにボールを自陣40ヤード付近まで返しました。この位置から佐藤建設の攻撃となります。得点を上げた側がキックオフすることによりまして、結果的に失点をした側が次の反撃の機会を得る形になっています。さあ、その反撃なるでしょうか。佐藤建設、ボールオンは自陣38ヤードからファーストダウン10。佐藤建設の1回目の攻撃に入ります。この攻撃シリーズ実ることができるでしょうか。さあ、まずはランプレーに入ろうとするが、これは佐藤建設ナイスディフェンス。ランニングバックに託して右オフタックル付近を突こうとしました佐藤建設、しかしこれを磯野スーパースターズ17番がチャージしまして、このランプレーを阻止しました。素晴らしいチャージをしたのは磯野スーパースターズの17番北川です。岐阜大学出身。佐藤建設1ヤード下がりまして、ボールオン自陣37ヤードからセカンドダウン11。さあ、今度は手前にあるブロッカータイプの3番にボールを託しました。ダイブプレーにより中央突破を図りましたが、ゲインは約2ヤードとなっています。しかし密集点を突破しました。キャリア3番は佐藤、一橋大学出身。佐藤建設、ボールオンを自陣39ヤードとしまして、サードダウン9、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は9ヤード。パス成功、パスだ。クォーターバック15番、プレーアクションからワイドレシーバー26番にパス、これを26番キャッチしまして攻撃権更新。佐藤建設ファーストダウン、見事パスを決めました。クォーターバック15番は川村、岡山大学出身。パスを取りましたワイドレシーバー26番は相生、素晴らしいホットラインが炸裂しました。さあ、これにより攻撃権更新になりました。佐藤建設、ボールオンハーフウェイの位置からのファーストダウン10に入ります。さあ、ランニングバック2番に託しました。ハンドオフを受けて2番右オフタックル付近へのパワープレー、オフェンスラインのブロックを生かしましたが、ゲインは約1ヤードとなっています。キャリア2番は諸本、日本体育大学出身。失礼、ゲイン2ヤードに訂正します。佐藤建設、相手陣48ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃です。攻撃権更新に必要な距離は8ヤード。
ス不成功。クォーターバック15番再びプレイアクションからのパスを選択しました。ターゲットは83番でしたが、これは磯のディフェンス陣がカバーしており、パス不成功に終わっています。前パスの失敗ですので元の地点に戻され、サードダウン次の攻撃に変わります。佐藤建設相手陣48ヤードからサードダウン8、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。さあ選択はドロープレー、パスの裏をついてランプレーで突破を図りました佐藤建設。しかしこれを磯野見事に対応しまして、そのランによるゲインはほとんどない形で、むしろ2ヤードロスという形でフォースダウンを迎えます。佐藤建設フォースダウン11、パントフォーメーションを選択しました。さあこれを磯野リターンに入ります。入れ違うようにこのボールを返そうと84番果敢にこれをキャッチ。磯野陣25ヤード付近でボールデッドとしました。この位置での攻守交代となります。さあ攻守変わりまして、今度は磯野スーパースターズの攻撃となります。ボールオンは自陣26ヤードの位置から磯野スーパースターズファーストダウン10。さあ中央ダンプ、何ばく果敢に中央突破し、35番約5ヤードのゲインを果たしています。しかしこれも佐藤建設7番が見事なタックルをしまして、そのランプレーの突破を防ぎました。しかし失礼しました、ゲインは約8ヤードでした。磯野スーパースターズ35番は東京都工芸繊維大学出身、タックルしました佐藤建設の7番は広常でした。磯野セカンドダウン3、ボールオンは自陣33ヤード。さあここでランニングバック25番に託しましたが、しかしこれは佐藤建設のディフェンス陣が殺到し、最終的に44番が仕留めましてノーゲインとしています。キャリア25番が宮部、北海道大学出身、最終的にタックル決めた佐藤建設スタンディングベアーズ44番は安藤。磯野自陣33ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。さあ中央のランプレーだが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか、まもなく審判からコールがされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードの抜体となります。残り距離が3ヤードでしたので、必然的に磯野攻撃権更新となりました。磯野スーパースターズファーストダウン。さあ先ほど佐藤建設の反則によりまして、磯野は攻撃権更新の機会を得ました。これを生かすことができるでしょうか磯野スーパースターズ。ボールオンは自陣38ヤードからファーストアンテン。さあここで
大きなプレーが出たかに思いましたが、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのプレー、非常に言い組んだプレーになっているため、審判団もその判定を協議しております。先ほどのプレー、反則はオフェンスの反則でした。イーガルフォーメーション、不正な体型を取ったということですが、この反則は取りません。したがってプレーが有効となります。先ほど磯野はランプレーを展開しようとしましたが、この時にボールをファンブル、奪われましたが途中で奪い返し、なんとか返そうとしましたものの、自陣1ヤードの位置に下がっております。したがいまして、磯野スーパーサーズ大きく後退した形でセカンドダウンという状況になります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、磯野スーパースターズ7点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。